ライアン・ブリスコーは、オーストラリア・シドニー出身のレーシングドライバー。ブリスコーは、シドニーのトリニティグラマースクールを卒業した。母語の英語に加えてイタリア語、フランス語を話すことができる。多くのレースドライバーのように、ブリスコーはカートからその経歴をはじめ、1993年に最初のレースに参加した。オーストラリア、北米、イタリアでの選手権を勝ち取った後、 2000年にフォーミュラルノーにステップアップした。2001年にはイタリア選手権で5勝を挙げてチャンピオンとなり、ユーロカップでは6戦に参加2勝を挙げてシリーズ4位となった。2002年にはトヨタ海一のテストドライバーとなる。その年は国際フォーミュラ3000に参戦したが、思うような結果を出せず7戦をもって撤退することとなる。その後は、 ドイツ界参選手権に参加3度の表彰台を得た。2003年はフォーミュラ3ユーロシリーズに参戦、8勝を挙げてシリーズチャンピオンとなった。2004年はトヨタ界1チームでサードドライバーのリカルド・ゾンタがクリスチアーノ・ダマッタに代わってレギュラードライバーに昇格したのに合わせサードドライバーとなった。2005年はジョーダングランプリが トヨタエンジンを獲得するために、ブリスコーと契約する準備ができていたとの噂が生じた。しかしながらブリスコーはチップガナッシュレーシングから R に参戦した。その年はインディ500で10位という成績を残している。彼はまた、デートナ24時間レースにも参加、グランダムへのデビューも果たした。シアーズポイントでは、ポールポジションを獲得したが、オーバルでのレースに苦しみ、 何度かのクラッシュを経験した。2005年9月11日、シカゴランドスピードウェイで事故に遭遇、両方の鎖骨を折るという怪我を負った。ブリスコーの車は、アレックス・バロンの車に乗り上げフェンスに激突、二つに折れた。ブリスコーは9月19日に退院し、アメリカで初期の療養を受けた後にイタリア、ビアレッジョの療養施設に転院した。 このクラッシュでの負傷から回復するのには8週間が必要であった。公式サイトは2005年11月14日にアメリカに戻ると発表した。チップガナッシュレーシングは2006年シーズン、ブリスコーに変えて前年チャンピオンのダンウェルドンを起用した。シーズン前にブリスコーはケビン・カルコーベンの PKV レーシングでテストドライブを行った。また、 ミジャックコンクエストでもテストを行っている。2006年のデートナ24時間レースには、ウェイン・テイラー、マックス・アンジェレリ、エマニュエル・コラールと共に出場したが、ブリスコーがドライブする前に、チームはアクシデントによるダメージのためレースを撤退した。2007年のインディ500で予選を待つブリスコー2006年、ブリスコーは、ホールデンレーシングチームからジム・リチャーズと組んで、耐久レース、 サンダウン500及びバサースト1000に参加すると発表された。また、A1 グランプリのラグナセカセに A1 チームオーストラリアから出場し、3ポイントを獲得した。インディ500では、AJ ホイトレーシングから48号車のドライバーとして出場し、驚きを持って捉えられたが、 契約が非常に遅れたためバンプデーの残り1時間半でもシートフィッティングを行っている状態であった。結局予選では走行することができなかった。翌週はトキンズグレンでドレイヤーレインボールドレーシングの5号車をドライブインディカーシリーズに復帰する。このレースでは3位を獲得した。続いて同チームから3戦に出場したが2戦でリタイアした。その後負傷した。 クリスチアーノ・ダ・マッタに代わって、ルースポーツから、ジャンプカーシリーズに参加、2 0 0に出走したが、そのうちの一つは、母国で行われたゴールドコーストインディ300であった。ブリスコーは、ペンスキー・レーシングからポルシェをドライブして、アメリカン・ルマンシリーズに参戦する契約と、スティーブン・ジェイ・ルクソとジェペンスキーのチームからインディ500に出場する契約を交わした。 インディには前シーズンのチャンピオンチームであるペンスキーレーシングの車両が対応されることとなった。インディ500にはシマンテックルクソドラゴンレーシングから12号車をドライブして出場し、予選では7位、平均スピードは224.410マイルパーアワーであった。決勝は2007年5月28日に開催され、ブリスコは雨のためにレースが中断されるまで、 166周を走行していた。結局33人中5位となり、30万2305ドルの賞金とドライバーズポイントを30獲得した。インディアナポリスモータースピードウェイ、2008年5月2008年は、ナスカーに参戦するサム・ホーニッシュ・ジュニアに代わって、ペンスキー・レーシングと契約、インディカーシリーズに参戦した。2008年のインディ500では、 ピットアウトの際に、ダニカパトリックと接触、パトリックのサスペンションを引き裂き、自らの車のフロントエンドを破損、リタイアとなった。アズブリスコワズ、A ゲストドライバー、ヒーワズイネリジブル2スコアポインツ、フォーミュラルノー2000ユーロカップ国際会3000、選手権ドイツフォーミュラ3選手権、フォーミュラ3ユーロシリーズ会1世界選手権、A1 グランプリチャンプカーワールドシリーズインディカー、 シリーズインディ500アメリカンルマンシリーズユナイテッドスポーツカー選手権ルマン24時間レースデートな24時間レースセブリング12時間レースノットエリジブル4ポイントありがとうございます